皆さんこんにちは。今日は選挙制度改革、特に衆議院の選挙制度について、お話をしたいと思います。まあ、この点は先の野田内閣の最後の党首討論で、定数削減について安倍総裁も約束をされながら、そのことが5減5つ小選挙を減らすというだけでそれ以上のことがなされないまま今日まで来たということです。私は非常に危機感を持っておりまして、この点について先日党内で諮った上で、民主党の政治改革本部長として自民党公明党のに対して具体的な提案を行いました。ここで私が提案したことの具体的な中身ですけれども、一つは選挙制度を根本から変えるという議論一方であります。しかし、この議論ではなくて、やはり次の総選挙のために既に決めた5つだけ小選挙区を減らす、そしてなんとか 1.998 倍に1票の格差を抑え込む、これで次の総選挙をするのではなくて、より抜本的な改革をして、そして総選挙をやるべきだ。ただしそれは選挙制度を変えるということになると次の選挙には間に合いませんから、これは誰が考えてもそうだと思います。したがって今の小選挙区比例代表並立制を前提にして改革を行うということが提案の第一であります。でそれは次の総選挙ということを念頭に置いてそういう提案になっているわけです。で2番目に、やはり1票の価値が 1.998、実情もすでに2倍を超えているということでは、これは民主主義の基本立ち返った時に望ましいことではありません。しかも最高裁は各都道府県に1議席配分した上で残りの議席を比例、人口比例で配分するという今のやり方は、これは憲法の要請に反するということを3年前にはっきり言ってるわけですから、こういう奇数配分、一議席配分というものを完全になくした、そういったものにしなければならないと思います。ただそこまで厳しく言うと3党間でも合意難しいので、憲法の要求する投票価値の平等を徹底するという言い方にしたわけです。で3番目は定数削減ですけれども、これも定数削減をするときに小選挙区比例それぞれ減らすということを提案しています。与党の方は小選挙区は5つ減らして、これで1票の価値も変えずに現状で OK ということになりますと、比例だけで定数削減をさらに行う、そうすると少数政党はまとまりませんから、比例を2つに分けて少数政党に配慮した比例というものも作る、非常に複雑な、それ自身憲法上の疑義がある制度になってしまっています。そうではなくて、やっぱり小選挙区比例それぞれを減らす、そしてその時にもともと300対200というふうに分けたわけですから、そのことも配慮しながらやっていく、そのこと結果として、民意の集約ということが極端に出ないようにする、つまり比例にもある程度配慮してやっていく、そのことが小政党の要請に応えることにもなるというものです。いろいろと考え抜いてこういう提案をさせていただきました。ぜひ小選挙区をこれ以上減らさないという前提に立つことなく、胸襟を開いて国のために、国民のために何が必要かという議論に応じてもらいたいと思います。一部のメディアが第三者機関で議論すべきだということを言っています。私は第三者機関で議論することを否定しているわけではありません。ただ基本的な考え方をきちんと各党間で整理をした上で第三者機関にお願いしないと、例えば先ほどの小選挙比例代表並立制の下での議論をするのか、あるいは選挙制度を大きく変えることも含めて議論するのか、大きく変えることを含めて議論するということになると次の総選挙には間に合わないということになるわけです。したがってそこのところ我々は
平日性、今の平日性を前提にした議論をすべきだと考えていますが、まあ、そういったことについて、大枠を決めた上で、しっかりと第三者に任せるなら任せるということもあっていいと思いますが、大枠も決めずして第三者に掘り投げても、それは第三者の方も困ってしまう、つまり結果が出ないことになるわけです。まあ、したがって無責任に第三者に掘り投げるというやり方は、これは避けなければいけない。自民、公明、民主、あるいはそれに賛同してもらえるいくつかの党を加えて、骨格のところだけでも合意することがまず大事だと。そしてこの国会で何とか結論を得る、そうでないとだんだん次の総選挙に間に合わなくなるということも併せて申し上げておきたいというふうに思います。しっかりやっていきたいと思います。